皆さん、こんばんは。今日で授業の3回目になるけど、みんな先生の名前覚えてくれたかな？先生の名前はタイガーやからね。わかった？前にも言ったけど、ライオンちゃうからな。それでは今日の生徒の紹介ね。今日の生徒は、ピンキーくんです。なんか、結構ピンク色やね。はい、今日の授業ですけど、今日の授業は、ハイボールです。みんなね、居酒屋さんとか行ったら、ハイボールとかよく飲むと思うんですけども、それについて詳しく、勉強したいと思います。まあ、これは勉強するまでもなく皆さん知ってると思いますけども、まあ、ハイボールというのはカクテルの名称ですね。で、ウイスキーをソーダで割った飲み物で、まあこれが元祖だろうと言われてるんですけども、広く言いますと、スピリッツやまあリキュールですね。これをソーダで割ったものを、ハイボールというみたいですね。なんかまあ、飲み方の総称みたいなものが実はハイボールで、ハイボールって言ったらウイスキーが入ってくるっていうのは、実は違うようです。だからね、こだわりのあるお店に行って、ハイボールくださいって言ったら、まあ、店主が、何のハイボールっていう可能性もあるよね。まあ、そういう店にはもう二度と行きませんけどね。で、ハイボールと言いましたら、まあ、普通にウイスキーのソーダ割りが出てきますけども、焼酎のソーダ割りも、焼酎ハイボールと、いう名称がありますね。焼酎ハイボールについては、もう一般的には、酎ハイと略されていうことがほとんどです。それではね、ハイボールの作り方について勉強します。美味しくハイボールを作るには、5つのポイントがあります。1つ目は、グラスにたっぷりの氷を入れます。2つ目、そこにウイスキーを入れたらよくかき混ぜます。だいたいね、20から30回ほどぐるぐるかき混ぜますね。3つ目、炭酸はそーっと注ぐ。これドボッと入れたらね、もうせっかくの炭酸がね、全部飛んでしまいますんで、そーっと入れてください。で、4つ目は、炭酸を入れたらあまり混ぜない。混ぜるとしてもね、一回だけ軽く混ぜてください。そして、最後に5番目。これはね、お好みなんですけど、レモンで、爽やかに仕上げるですね。もう、これをするのとしないのとでは、お家じゃなくてね、店で出るような、ハイボールの仕上がりになります。あと最後にですね、ウイスキーと炭酸水の比率なんですけど、これはね、お好みです。まあ、よくね、黄金比率はなんて言うんですけど、まあ、これはね、人の好みなんで何とも言えないんですけども、一般的には、ウイスキー1に対して、炭酸水をだいたい3から4の割合で入れたら美味しく仕上がるみたいです。あとね、ウイスキーの銘柄とか種類によっても、割る量がね、変わってくると思うので、そのウイスキーに合わせた作り方をするっていうのが、実際の黄金比率になってくると思います。それではね、皆さん宅飲みするときに、今日の、ハイボールの作り方の復習をしてください。わかりましたか、ピンキー君。結構ピンクや思ったら、ドドったんかい。